はい、皆さんこんにちは。今日はこのねハイエースのワゴン、オートマチックの車なんですけども、これをねマニュアル車のように扱えるように改造していきたいと思います。で、結構壮大な計画なので、動画をねおそらく3回か4回ぐらいに分けて投稿することになるんじゃないかと思います。はい、トランスミッションはこんな感じにね、コンピューターと3本の線で繋がっています。まあ、この場合は5本の線なんだけど、制御するのは主にこの3本の線ですね。SL、S1、S2 という線があるので、これをね、乗っ取って制御してやれば、トランスミッションは自由自在に操れるのではないかと考えています。今回のシステムはこれを使ってみます。用意するものをね、ノートパソコンですね。ノートパソコンと、あと、右側にある、マイコンのようなもの。これ実はね、PLC っていうシーケンサーとね、スイッチを組み合わせたものになります。装置構成を改めて紹介します。これがPLC、プログラマブルロジックコントローラーです。で、FX1L という、中国で作っている機種なんですけども、これは三菱のね、FX シリーズとほぼ共通の規格で動きます。少し違うんですけども、大体、似たような動きができると。で、これがなんと、このディスプレイと、この PLC 合わせて3000円ぐらいでした。Amazon でも売ってます。AliExpress でも買うことができます。誰でも買うことができます。で、このスイッチ。これをね、ゆくゆくはハンドルの横につけて、手でこう操作して、シフトアップとシフトダウンができるようにするんですけども、これも500円ぐらいで中国のサイトから手に入れたものです。これも Amazon で売ってます。すると、オートマチックモードとマニュアルモードの切り替えのスイッチ。ね。これも後で説明します。で、プラス 12V のターミナルと、アース、0V のターミナルです。で、これが車速パルスですね。これは手でね、擬似的にこう、車が走っていると同じような状況を作り出すためにつけました。実際に車が走っている時っていうのは、プラス 12V と 0V の間をこう、機器するようなパルス信号っていうのが作られるんですね。車種によってはプラス 0V と 5V だったりもするんですけども、これがね、スピードが上がってくるとだんだんこう速くなってくるんですよね。この信号を拾ってあげます。で、次にパソコンとね、これ繋いでプログラムを流し込むことができるんです。これ RS232C ケーブルと USB ですね。パソコンの側に USB を差し込んで、これも RS232C をこのボードに差してあげると、パソコンと繋がってプログラムを書き込むことができます。これも Amazon で300円ぐらいでしたね。送料込みで。で、プラス 12V を出力するアダプター。これ今電源を入れた状態です。もうあらかじめね、後の動画で紹介しますように、プログラムを作って、プログラムをここに入れてあるので、きちんと動きます。下に表示されているのが、これはギアポジションですね。4速オートマチックなんですけども、ギアは4つだけではなくてですね、実はロックアップのオンオフも含めて自分独自に割り付けして7速にしてあります。1速は普通のオートマチックの1速と同じです。1速は同じ。で、2速は、なんて言うんでしょうか。2速は普通のオートマチックの2速ですね。で、3速に該当するのは、普通のオートマチックに該当する2速と、ロックアップクラッチのオンを組み合わせたものです。4速は普通のオートマチックで言うと3速なんですけども、ロックアップはオフ。で、5速は3速プラスロックアップがオン。で、6速は、普通のオートマチックで言うと4速になります。で、7速は4速にロックアップクラッチをオンしたものになります。この組み合わせになります。で、今、ここ上に表示されているのは時速0ですね。0っていうのは、上に表示されているものは、これ時速に相当するものです。このね、車速パルスを手で入れてあげると、上がってきますね。時速16キロ、12キロ、22キロ。で、車速パルスのこの感覚っていうのは、車種によって異なるんですよね。ある車は時速20キロで、これぐらいで出てたとしても、他の車はこれぐらいで出てたりします。なので、ちょっとこれでね、調整できるようにします。1パルスあたりのカウント値をどれぐらいにするかっていうのを、こう、リアルタイムで調整できる。で、これ車種によって設定したら、もうこれで固定値にします。今ね、結構大きめに撮ってみます。そうするとね、結構ね、パルスをちょっと入れてやると時速140キロとかこれぐらいになります。実際にはもっともっとね、小さいんです。で、スイッチ入れた段階で、今ね、AT、MT っていうのがあるんですけど、オートマチックモードになっています。これは効かないです。ね。これが
あのスイッチは操作できるんだけども、これ表示はされるんだけども、実際にこれでギアが切り替わることはないと。で、いざね、オートマチックモードからマニュアルモードに切り替えようとしたときは、運転席にあるスイッチをこれから設置するんですけど、まだまだ設置ないんですけど、押します。これがね、ここに、あるんですけども、これをこう入れると、このオートマチックモードがマニュアルモードに切り替わります。で、早速 S1、S2、SL っていうのはあるんですけども、S1 がついてますよね。これは一速の状態です。で、今止まってる状態です。時速0キロ。止まってる状態だと、決してロックアップは効かないようになっています。で、シフトアップします。で、2速になりました。ここにも2速出ますね。S1、S2 が同時に、点灯しているということは、S1、S2 同時に、オートマチックトランスミッションに信号を出している状態なので、これで、2速になります。オートマチックトランスミッションを切り替えて2速になります。で、さらに、アップします。この4速になります。これなんで3を抜かしたかというと、さっき言ったように、自分が独自に割り付けしたギアで、4速っていうのは、オートマチックトランスミッションの3速でロックアップがオフということになってますので、こうなってます。で、次に6速ですね。S1、S2 の何も信号が入ってないときは、オートマチックトランスミッションは4速になります。ちょっと複雑なんですけど、私が独自に割り付けした、ポジションでは6っていうポジションになります。これが、で、シフトダウンするときはこうなります。1、2、4、6という。これで4速オートマチックの制御ができます。これがね、時速0キロの時はこうなります。じゃ走り出している時はロックアップを効かせたいわけですよね。そうするとね、この信号をこうやって入れてあげると、今時速70キロ、120キロ、これぐらいになると、ロックアップは効くようになります。今、1速ですね。走り出しました。ちょっとこれ、ちょっと早いな。で、時速11キロ、12キロ。で、ある程度スピードが出ると、もうちょっと上げてやろうか。ある程度こうスピードが出るとね、で、1速から2速に上げます。で、次に上げます。今度ロックアップが効くようになるんですよね。そうすると、ダイレクト感があって燃費も良くなる。で、S1、S2、S2 が同時に入ってます。で、さらに上げていくと4速。これはオートマチックトランスミッションの3に入っているポジションです。で、さらに上げていくと、5速。これは3速とロックアップを効いた状態です。それとさらに上げていくと、6速ですね。ロックアップがオフの状態です。で、さらに上げていくと、ロックアップが効いた、もう一番速いギアポジション7に入りました。で、このままブレーキを踏んだら、ロックアップが効いてギアが4速に入っていると危険なので、速度が落ちていくと自動的にロックアップは外れるようになります。で、ギアポジションは6速。4速の、4速のオートマチックで言うと4速の部分に入っていると。で、この状態で停止するのは何ら問題ないです。発進加速が異様に鈍くなりますけどね。で、この状態でシフトダウンをしてあげて、決してロックアップには入らない。ね。ロックアップ、1、2、4、6を行き来するだけです。うん。で、こう、走っていて、今7速になってます。で、減速をしていきます。スピードが出てるときに、ギアを、低いギアに入れると危ないんですよね。エンジンが回りすぎて壊れたりします。なので、例えば時速今88キロとか90キロとか出てるときには、いくらシフトダウンをしようとしても、ある程度以上のギアには下がらないようになってます。じゃあ実際にこのシステムがどういう、配線をすればこういう風に動くのかということですね。ご案内しますと。こちらがね、入力側なんですね。で、入力といってもこれね、電圧を入れるわけじゃないんですよ。グラウンドに落としてあげるんですね。これがね、X0 から X13 まであるので、13個スイッチをつけることができます。そのうちのね、2つのスイッチを、このアップとダウンで使ってます。X0 というのはちょっと使わずに、1と2と。それと、この速度信号の入力を3番目に入れてあります。そして、オートマチックとマニュアルの切り替えのこの線を4番に入れてあります。で、入れてあげて、で、スイッチが入ったら、これがね、グラウンドの0ボルトのところにそれぞれ繋がっています。
シフトアップスイッチもシフトダウンスイッチもここにつながるんだけども、もう片方をグラウンドに落としてあげます。こんな感じで。そうすると、これを操作したとたにね、これを操作した同時に、これはね、プラス、今 12V の電圧がかかってるんだけど、これがね、グラウンドされて 0V になります。そうすると、この PLC は、この入力があったと判断します。実際にやってみると、こう、LED がつきますよね、ここに。実際にやってみますと、こう、LED がチカチカつき。これが、グラウンドに落ちましたよ、ということで、入力があったというふうに判断します。で、この入力に対して、どう出力をするか。これがね、リレーなんですよ。これを、中の CPU で計算をして、出力してあげるわけですね。で、どう計算するかは、私たちがプログラムをする。その命令に従って出力をされます。このね、端から読んでいきます。C0、Y0、C1、Y1、C2、Y2、C3、Y3 というような、これが、この端子の並びになってます。で、この使い方の場合には、C1、C2、C3 にプラス 12V をこう、持ってきてあげます。プラス 10V ですね。この端子から 12V を引っ張ってきて。で、Y1、Y2、Y3 それぞれ、Y1、Y2、Y3、Y1 にはこう、リレーのね、LED の、Y1 にはこう LED の S1、Y2 には LED の S2、で、Y3 はロックアップと、それぞれ繋いであげます。で、ここね、これはね、電源です。このシーケンサーが、PLC が動くための電源をプラス 12V と 0V のところにつないであげると動くと。で、これはね、パソコンとつなぐためのポートです。こちらはね、ディスプレイです。これね、必須じゃないんですよ。これなくても全然問題ないんだけど、デバッグをするときにね、この、いろんなメモリー、中にあるね、メモリーとかデバイスとかっていうんだけども、どういう動きをしてるかっていうのを、プログラム中でこう、出すことによって表示させることができます。あとスイッチもね、あって、こう、値を、このスイッチをどういう機能にするかっていうのをプログラムで設定できるというものになります。で、LED もついて、今どういう信号が送られているかというのが表示されるんですけども、これがなくても実際には問題ない。ただ、走ってる時にね、今ギア何速に入ってるのかなっていうのは興味があると思うので、何らかこういうね、表示するデバイスっていうのはあったらいいなって思います。LED でも全然問題ないんですけどね、これ LED だけでもいいんだけども、実際に走ってみると、これが1個ついたから何速なのかなって慣れないとよくわからないんですよね。だけど、これだったら数字が出るので、わかりやすいんで、こういうのをつけておくことをお勧めします。ちなみにこれとこれセット販売でもう3000円台だったので、Amazon でも買えるんだけども、もうちょっといいディスプレイね、1万円ぐらいで買えるんですけど、それこう数字だけじゃなくて絵なんかもプログラムで貼り付けることができるので、よりかっこいい、アウディとかね、BM みたいな感じの、そういうコクピットいうなんかすることもできるかもしれないです、はい、今回の動画はここまでなんですけども、次回以降ですね、作ったシステムを実際に後ろに映ってるハイエースワゴンに、搭載してみたいと思います。純正のものではないので配線を切ったりしてその間にかませたりする等の作業も紹介していきます。そして、次の動画になるかもわかんないんですけども、4人をねジャッキアップして宙に浮かせた状態でこのシステムを動かしています。うまくいったら実際に道路に出て動かしてみたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。